WBC で MVP 右腕がアンチ大谷に大激怒、実に間抜け、こいつらと関わるな。世界的に活躍する選手には多くのファンがつき、称賛の声が多く上がる一方で、一部のメディアやファンからはバッシングを浴びたり批判的な声が上がることもよくあります。しかしそれほどの選手にはファン以外にも多くの味方がいるものです。2023年シーズンも圧巻の活躍を見せる大谷翔平、二刀流として休むことなく試合に出続け、6月29日時点では本塁打、打点の2冠、6月に入って打率も上がってきており、3冠獲得もありうる驚愕の成績を残しています。もはや大谷選手を妬み嫌う人はいないようにも思えますが、未だに大谷選手のことを酷評するメディアがあるのも事実です。今回は大谷選手に対するバッシングと大谷選手を擁護するメジャーリーガーの衝撃発言をご紹介していきます。第4回 WBC 大会 MVP 右腕が大谷選手を大絶賛。現在シカゴカブスに所属するマーカス・ストローマン投手、2014年にメジャーデビューしたストローマンは目立ったタイトルの獲得こそないものの、通算防御率 3.62 と抜群の安定感を誇っています。そんなストローマンは現役選手にもかかわらず大谷選手の大ファンだと明言しています。2021年、大谷選手が MVP を獲得したシーズン序盤から投手として好投を続けながら本塁打を量産する大谷選手に、ストローマンは、大谷選手は神話上の伝説的な人物が人間の形になったものだ。彼がやっていることは信じられないほどすごいこと。メジャーの全ての人がその才能をリスペクトしている。試合後はいつも急いでその夜に大谷選手が何をしたかを携帯でチェックしているんだと、大谷選手の結果を常に確認していたことを明かしています。2021年はメッツに所属しており、対戦のなかったストローマンですが常に大谷選手を気にしていたようです。2022年も二刀流で快進撃を続けた大谷選手に対して、 NBA のいくつかのチームで監督を務めたスタン・バン・ガンディ氏が、大谷翔平のやっていることは MLB で100年間見ることができなかったとツイートすると、これにすかさずストローマンが反応、その通り、大谷選手がやっていることは超がつくほど伝説的だと大谷愛を見せつけていました。27日、日本時間28日のホワイトソックス戦では、大谷選手が投手として6回3分の1を投げ1失点10奪三振の好投、打者としては27号28号の2本塁打を放つなど驚異的な活躍を見せた試合後には、このようにツイート、簡単に MVP、 彼は毎年受賞すべきだ。彼のやっていることは正気の沙汰じゃない。最高レベルの私たち全員が目を疑っている。本当に驚くべきことだ。本物のゴート、史上最高の選手を目撃できることに感謝しようと、ストローマンも喜びを爆発させました。しかしストローマンは、大谷翔平擁するエンゼルスが所属するア・リーグ西地区のチームに在籍した経験はないため、大谷選手との対戦は多くありません。大谷選手との接点はあまりなく、もちろん共にプレーした経験もないストローマンですが、大谷選手がバッシングを受けた時、驚きの反応を見せていました。間抜け野郎め、適当に発言するな。今でこそ二刀流で文句なしの活躍を見せている大谷選手ですが、メジャー移籍当初は二刀流での起用に批判的な見方も少なくありませんでした。 NPB 時代に二刀流は成功していたものの、メジャーリーグでは移動距離が日本時代と比べ物にならないために、さすがにメジャーリーグでの二刀流は無理だろうとの声が多く上がっていました。実際に最多勝利2回、サイ・ヤング賞1回を誇るメジャーのレジェンドであるジョン・スモルツ氏は、いずれ戦力外通告の決断もあり得るんじゃないかと、通用しないだろうとの見方を示していました。特にメジャー移籍当初は度重なる怪我に苦しんだこともあり、打者か投手に絞るべきだという声が日に日に大きくなっていったのです。
しかし大谷選手はあくまで二刀流での出場にこだわり、2021年は二刀流として飛躍的な1年となりました。打者として46本塁打、投手として9勝を記録し、ア・リーグ MVP に輝きました。するとストローマンは、2017年に報道されていた過去の動画を自身の SNS に貼り付け、この2人の間抜けが見せている。クソみたいにしょうもないビデオを見てくれ。と投稿。この動画の内容は、大谷選手がメジャー挑戦を表明した2017年に放送された MLB 公式番組ハイヒートで大谷選手の二刀流を酷評する内容となっていました。当時は大谷選手がまだエンゼルスに入団する前だったので、二刀流に対する批判的な声が多く上がっていた頃です。そのような流れもあり、この番組のコメンテーターであるクリス・ルッソは、周囲は大騒ぎしているが大谷選手は何も生み出していないと発言。さらにマイク・フランセサは、ヤンキースが彼を取れなかったのはラッキーだ、ベーブ・ルースでもない、それなのに話題ばかりが先行してマイナーにも落とせないと、これから海を渡ってくる若武者に対してあまりにもリスペクトに欠けた内容になっていました。4年前の動画とはいえ、成功を収めた今思うことがあったのでしょう。こいつらは野球のことをこれっぽっちも理解していないし、メジャーのレベルで成功するのに何が必要なのかも分かってないメディアのやつらだ。世間はこんなもんを聞く必要はない。こいつらは目を覚ましてから適当に考えたくだらない意見を話しているだけだと、非常に厳しい言葉を並べたストローマン。決してこんな間抜けたちの意見を聞き入れるべきじゃない。こういうネガティブな評論によって自分に歯止めをかけるアスリートたちもいるだろう。でもこういうくだらない話はくだらない奴らのマインドから生み出されるんだ。自分らしく自分を信じろと続け、メディアの声には耳を傾けず夢を追うべきだと後輩アスリートへアドバイスを送りました。2021年の大谷選手の活躍がストローマンの心に火をつけた形になりましたが、大谷選手の二刀流に対して言いたい放題だった2人も2021年の大谷選手の活躍を見て後悔しているかもしれませんね。大谷選手の2021年の活躍はエンゼルス以外のファンも含め世界中のファンを魅了しました。この活躍によって大谷翔平の名前は世界中へと広がりました。ネット上では、信じがたいスタッツだ、今年は大谷選手がいたからこそ野球をとても楽しめた、彼は信じがたいシーズンを過ごした、こんなシーズンに立ち会うことができるなんて、おそらく野球史上における最高のシーズンなんじゃないかと活躍を称える声で盛り上がっていました。再び大谷選手を大批判。大谷選手への批判に激怒したストローマンですが、第5回 WBC 後にもメディアへ激怒したことがあります。第5回 WBC の名場面といえば、決勝戦の9回2アウト、走者なしで迎えた大谷選手対マイク・トラウト、球史に残る名場面となりました。エンゼルスで共にプレーする2人は WBC 決勝の舞台で、しかも最後の打者として対戦しました。結果はフルカウントから大谷選手がキレのあるスライダーでトラウトを空振り三振に仕留め、ゲームセット。多くの野球ファンからこの対戦は名勝負と歌われ、語り継がれる名場面に。しかしそんな名勝負に水を差す発言をした人物がいます。その人物とは、先ほど紹介した大谷選手は何も生み出していないと発言するなど、大谷選手に対して批判的なコメントを幾度となく残してきたクリス・ルッソです。スポーツ専門局 ESPN の番組でルッソは、驚きの瞬間だって、何が、彼らはチームメイトだろ、トラウトは三振するしかなかったんじゃないかと、信じられない爆弾発言、同じチームだからわざと三振したかのようなこの発言は世界中から猛烈な批判を浴びました。たとえ冗談で振る舞っていたとしても、これはひどすぎる、これは史上最悪の野球番組なのは間違いないなと大炎上。現地メディアからの批判も止まらないこの水差し発言に対し、
その中でも特に強い口調で批判したのはストローマンでした。ストローマンは自身の SNS に、トラウトと大谷選手は今の球界でベストプレイヤーのうちの2人だ、それなのに俺たちはこのダサいピエロにいつまでもメディアでの発言権を与え続けている、年老いた脳みそでひどいうんちくを語っているんだ、実に間抜けだぞと土直球な言葉で猛批判しました。ストローマンは続けて、 MLB がこいつを雇い続け、こいつがやりたいことをやれるプラットフォームを与えている事実は間抜けだとルッソに発言する場を与え続ける、 MLB にまで批判をしていました。ルッソの水差し発言とは裏腹に、 WBC 決勝での大谷選手とトラウトの対戦に世界中の野球ファンからこのような声が上がっています。なんて美しいエンディング、素晴らしい試合、 WBC 決勝にふさわしい素晴らしい結末だ。アメリカは負けたけど、あのエンディングは何の不満もなく受け入れられるエンディングだったよ。この脚本を書いたのは間違いなく野球の神様だ。あの大谷選手対トラウトのファイナルアウトは永遠に語り継がれていくだろう。このようにこれだけの野球ファンが興奮した対戦に水を差したルッソは批判されて当然です。とはいえその中でも特に激しくルッソの発言を批判したのは大谷選手とはあまり接点のないストローマンでした。もちろん以前からルッソへの不満もあったのかもしれませんが、それよりも大谷選手への強すぎるほどのリスペクトがルッソへの過剰な批判につながったのでしょうね。第5回 WBC 終了後にストローマンは、大谷翔平に10億ドルを与えよう、ベースボールフィールド上の神話に出てくるユニコーンの神だとユーモアたっぷりにコメント。 WBC を終えてストローマンの大谷愛はさらに強まったようです。第4回 WBC で MVP 受賞の右腕マーカス・ストローマンは2009年の MLB ドラフト18巡目でナショナルズから指名されましたが、デューク大学へ進学、大学卒業後2012年の MLB ドラフト1巡目でブルージェイズに指名されプロ入り、その後2014年5月に初めてロースター入りを果たすと先発ローテーションに定着すると、1年目から11勝6敗1セーブ防御率 3.65 という好成績を残しました。2015年は怪我で離脱となりますが、2016年には先発ローテーションの座を守り、初めて規定投球回に到達するとともに投球回200イニング超えを記録します。そして2017年3月には第4回 WBC にアメリカ代表として出場、自身が出場権を保持していたプエルトリコとの決勝戦で6イニングを無安打に抑えるなど3試合を投げて防御率 2.35 の好成績を残し、アメリカの大会初優勝に貢献しました。そして自身は決勝での活躍もあり大会 MVP に選出されています。この勢いそのままにシーズンでも好投を続けたストローマンは、チームが低迷する中2年連続200イニングを投げ、いずれもキャリアハイとなる防御率 3.09、 チーム最多の13勝を記録、WBC の MVP と合わせて大きく飛躍した1年となりました。その後2018年は成績を落としますが、2019年以降はメッツ、カブスとチームを移しながらも毎年3点台の防御率を記録、2023年の3月にはプエルトリコ代表として自身2度目の WBC 出場を果たすなど、32歳となった現在も第一線で活躍しています。2017年と同様に WBC 後は好調で、2023年シーズンは6月5日時点でリーグ2位となる防御率 2.39 という好成績を残しているストローマン。しかしプエルトリコ代表は第5回 WBC で日本との対戦はなかったため、第5回 WBC の大会 MVP に輝いた大谷選手との対戦もありませんでした。一見全く接点のないストローマンですが、かねてから大谷選手を絶賛していました。2022年シーズン終了後にはア・リーグ記録となる62本塁打を放ったアーロン・ジャッジとの MVP 争いについて言及。ジャッジは
史上最高のシーズンの一つを送っている。しかし大谷選手に MVP を与えないなんてことができるのか。彼の活躍は前人未到でもう見られないかもしれないんだぞと、ストローマンはジャッジの活躍を認めながらも大谷選手の活躍が MVP にふさわしいと言及していました。その上で大谷選手は打者として34本塁打、投手としては200奪三振、これは常軌を逸している。 MLB 選手の姿をした神話上の神だ。俺にとっては余裕で MVP なんだと大谷選手の活躍について熱弁しています。実際にこの年 MVP を獲得したのはジャッジで、野球ファンもジャッジを推す声の方が多かったのですが、ジャッジ派からの反論に対しても、もしも彼が毎年30本塁打以上と200奪三振を記録し続けるなら、その時は毎年 MVP を受賞すべきだと、あくまで大谷選手推しの姿勢を貫きました。これだけの大谷愛を持っているからこそ大谷批判は許しがたいのでしょう。2023年シーズンも二刀流で大車輪の活躍を見せる大谷選手、どれだけ活躍しても批判はつきものですが、大谷選手への批判について自分のことのように激怒する存在がいるということが大谷選手の凄さを物語っています。現役選手までをも魅了する大谷選手、これほど心強い味方がいると安心できますね。今後の大谷選手の活躍とストローマン選手の活躍に期待しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。